前回の動画の続きですことのヒントからお笑いコンビを導き出してみよう。今日の動画はいつもに増してゆる動画、床に寝そべってへこきながら見るぐらいがちょうどいいよ。日本の お笑い芸人さんね、みんな結構みんなさんね、結構try hard すんじゃん。あそういうのやるんだよ。勝手にさんね、誰だっけあれ、もうやってない人たち、ダウンタウン、まあ、この番組だってさ、志村けんじゃないよね、番組だって2人のジュオでさ、日本人？うん。だから水曜日のダウンタウンじゃなくて？うん。千鳥？うん。そんなの関係ねえって見せたやつ。ちょっと待って。そんなの関係ねえってやった人じゃなくて見せたやつ。誰だろう？一人メガネつけててさ。一人背高くて、一人おじさん？いや、もうおじさんだよ。だからもう、クイッとして。日本人でもうクイッとしてんの？よし。あ、と、え、何？所上司じゃないね。いや、番組あったんだよ、その二つして、その二人、すっごい面白かったんだよ。うちで見てたの？それ。たまにね。面白いことなってたんで、チャレンジとか、ぬるぬるステアーズとかってやってた気がする。待って、なんだそれ。一人メガネつけてる気がする。かまいたちじゃないし、それママ名前言ったら、あ、それってわかるの？多分わかると思うよ。あの二人好き、これ別だけど、あの二人好き、なんだっけ、トム、ドンとトン、なんかドン、一人ハゲで前見せたアートの人、うん、前見せたアートの人の、アートの人、なんか前見せたの、これ可愛いねって言ってさ、こういう感じにしたいねって言ったやつ。なんでわかんないんだ。それもお笑い芸人？Yes、まだやってるお笑い芸人。一人ハゲ、そんな人いっぱいいるんだよ。坊主？一人さんね。それ千鳥じゃないのね。は？千鳥じゃないのね。千鳥って何？大悟。そうそう。そうそうだし。それが二つ目に言った人ね。いや、一つ目はなんかもう。そのドンとトンっていうヒントがさ、わからない。いや、ドンとトン、二つ目のヒントだったんだけど。なんで千鳥がドンとトンなのよ。わかんない。大悟？大悟とノブね。あ、そう、ノブ。ノブがドンになったんだ。でももう一人目なの？元おじさん？いや、元おじさん。おじいさんに近いね、じゃあね。おじいさんじゃ。ではないんだ。はい。一人がどんな感じ？背が高いの？背高い、とも。痩せてる？痩せてるわけではないけど、多分痩せてるように見えるんだと思う、背高いから。してもう一人は短くはないけど、その一人目のよりは短い。なんで分かんないのよ。千鳥より年上でサンドイッチマンじゃないし、あ、サンドイッチのもまあまあたまに面白いけどね。あ、知ってんの？知ってる。あ、まあ、まあ、こともそういうのは知ってんだけど、バナナマンじゃないし。そのコンビ名言ったらしっことちゃんピンとくるの？来るって絶対。お笑い芸人。ウッチャンなんて言うんじゃない、ダウンタウンじゃないでしょ。ダウンタウンも面白いけど、今撮ってるのは最初ね。その二人の番組があって見てた、どのぐらい前？結構昔？結構昔だ。だってもう結構一応かかってるね。でも最近は 見ないのその人たち。全然見る。全然見ない？全然見る。全然見ない。で、それで小島よしおはそんなの関係ねえよ、その人たちに見せてたの？それで多分子供知ったなと、パパが見せてさ、その番組で。あ、やっぱり分かんない。何か。何だろう、あの人誰なのね。お
50歳ぐらいかな。50歳ぐらいかな。じゃあ今でも現役でやってるんだろうね。ことちゃんが見てる番組には出ないだけでね。いやー、なんか一人はさ、ご飯の番組に一人でやってるんだと思う。なんかパパ見せる気がする。お前、あ、え、違うな、わかった、トンネルズだ。トンネルズ、トンネルズだ。おや、トンネルズ。皆さんのご機嫌したね、した皆さんのおかげでした。トンネルズね、はい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 。いや、トンネルズ、メガネつけてないじゃん。メガネつけてない。でも一人は確かに大きいでしょ。うん、あ、懐かしい。あ、メガネつけてんじゃん、もう今は。あ、そうだね、今つけてるかもね、 YouTube。 そうだ、 YouTube やってね。番組の名前なんだっけ。トンネルズの皆さんのおかげでした。ことちゃんが見てたのは、皆さんのおかげでした。すっきりすっきり。さあ、もうやっと近かったね。時間かかった。ママがちょっとチェスの下手なんだったんだよ。いや、ちょっとこれそんなにお笑い芸人知らないからに言うけど、だからさ、余計分かんなかったわけ。ちょっとお腹すいてるのに食べなかったよ。ちょっとすごい麺もぶよぶよじゃないの、それ。今の話で5分ぐらいだって。あ、水着だ。水着結構走ってるけど、ピザ忘れてた。はい、相馬。パパにピザ食べるって聞いて。絶対お腹空いてると思うんだけど、パパ。何、うるさい。何、落としたの？すぐ拾いな。落としたの？すぐ、何、床に落としたの？どこに落としたの？ここはママ掃除するから、それでは毛取って食べなさい。もったいないから。しょうがない、パパに来ちゃう。自分が悪いんだからイライラしないで。こっちの方が腹立ってるから、せっかく作ったのに。よし、キッチンのリセット終わりました。ありがとう、ブラボーって言って。ブラボー、センキュー、センキュー、センキュー。で、夜ご飯の時間なわけで、もう1時間ちょっとしたらもう、ズームでそろばんなわけよ。ほんで時間ないからさ、どうしようかなって今すっごい焦ってるのね。多分パパがさ、お腹空いてると思うので、すき焼きみたいなのだけ作ります。だけみたいなの。これからだけど。